こんにちは、フリーアナウンサーの村井由紀子です。言葉のプレゼント365日、今日の言葉9月4日はこちらです。夢は探すものじゃない。夢はちゃんと自分の胸の奥にあるよ。夢は探すものじゃない、今日の言葉です。あなたの夢は何ですか？こんな自分になりたい、こういうものを達成したいという思いあると思います。夢なんかない、目標なんて持ってないという方ももしかしたらいるかもしれませんけど、あなたはどうでしょうか？自分探しの旅という言葉がありましたね。自分ってどういう人なのか、またはどんな目標を持てばいいのか、どんな夢を持っているのか、海外に行って探しに行ったり、たくさん人が集まるところに参加して自分はどんな人なのか見つけに行く自分探しの旅、外へ外へと意識を向けて自分を探しているという状態ですね。自分探しの旅、私も経験がありますよ。たくさん人に会ったりとか、人から自分はどう思われてるんだろうということばかり気にして、外へ外へ意識が行っていた時があります。でも夢とか目標とか、こうなりたい自分って外に外に探しに行くものではなくて、やっぱり自分自身と向き合うことが大事なんですよね。いいよって言われるのは、自分の子供時代の自分と話をすることと言われてますね。例えば小学校1年生の自分と話したとする。私こういうことがやってみたいと思うんだよね。ああ、いいんじゃないって言うかもしれない。またはこういうことをやろうと今進んでるんだけど、どう思う？小学校の時のゆきこちゃん、それって本当にやりたいこと？って言ってくるかもしれません。誰かの目を気にしてこういう夢を持っていると宣言するのではなく、自分の心の中にある本当の思いとか夢とか目標とか、ちゃんと向き合って見つめてみてください。外に外に探しに行くものではなくて、いつもここ胸の奥にあるものなんじゃないかなと思います。たまに小学校1年生の時の自分自身と話をしてみてください。9月4日今日の言葉、夢は探すものじゃないでした。言葉のプレゼント365日、この動画ではあなたの素敵なきっかけになればいいなという思いを込めて毎日の言葉をお送りしています。 Amazon Kindle 電子書籍で私がリリースしました言葉のプレゼント365日の中から1ページ1ページご紹介しています。先日一緒に山登りをした仲間から、見てるよと言われました。ありがとうございます。ちょっと恥ずかしい、すごい嬉しいという気持ちです。見てくださっているあなたのためにも、毎日毎日これからも、毎日毎日更新してないんですけどね、毎日の言葉をしっかりとお届けしていこうかなと思っています。やっぱり見てるよとか、その動画に対してのあのページが好きだったなとか、あの言葉が好きだったよとか、あ、そうそう、これが好きだったよっていうのはね、柚子胡椒の回が好きだったよって言ってくださった方がいましてね、見てる方は分かりますけどね、柚子胡椒何月何日だったかな。ありがとうございます。そんな風にあのページのこの方言葉が好きだったよとか、あの言葉によって私今こういう変化があるよっていう思いを伝えてくださると、本当にこんなに嬉しいんだなって思いました。これからも1ページ1ページしっかりとお届けしていきたいなと思います。またこうやって私が心躍ると言いますか、この言葉を伝えようと思って始めた言葉のプレゼント365日の動画なんですが、こうやって1ページ1ページ紹介しているうちに、夢がもっとこう確信に迫っていくというか、もうこれが夢だったんだなっていうのに近づいているような気がします。5月19日からこの言葉のプレゼントの動画が始まっているんですね。で、1ページ1ページ重ねていくうちに、自分がやりたかったことというのがどん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 見えてくるようになりました。なのでやっぱり夢というのは自分の心の中にあったんですよね。心の中にあるものをしっかりと自分自身と向き合って、そして行動に移して、やりたいと思ったことを置いとかずに、置いておかずに、そしてやりたいと思ったこと、ちょっと芽生えた思いというのに蓋をしないで、まずやってみる。やってみたらこんな風に反応があったり、こういう風な変化があったよっていう思いをもらったり、
自分自身も、あ、これがやりたかったんだとか、新たにこれをやろうっていうのがね、いくつも出てきています。夢を探しに外へ外へ行くのではなく、自分自身としっかりと向き合ってみてくださいね。この動画があなたの素敵なきっかけになればいいなと思って、明日もお届けしていきます。言葉のプレゼント365日、今日も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。村井由紀子でした。ではまた次の動画でお会いします。またね。